て。なあ、よし。皆の衆、よくぞ戻った。お前が気になること言うからよ。みんな、よかった、無事で。心配してくれてたんだ、ありがとう。私、何か余計なこと言ったかな。きっとそんなことは、光さんがまだ慣れていないだけですよ。光。ところで双葉、正体不明の強い気配とは。なあ、その件だが、死者室の中から謎のパワーを感じる。今まで感じたことない妙な気配、変な音もするし。 FOE みてえなヤバいやつか。それとも違う気がする。ナギさんも知らないんですか。え、何かいると言われましても見当もつきません。気になるな。確かめた方がいい。何が飛び出てくるか警戒しないとね。二人はここで待機しててください。僕たちだけで行ってみます。わかりました。無茶はなさらないでね。よし、行ってみようぜ。むむむ、ダメだ、あかね。何やってんだ。見りゃわかるだろ。ここの鍵をピッキングで開けてるんだ。なんだ、まだ開けられないのか。今始めたばかりだ。そういえばモルガナ、出入り口の鍵はどうだったの。あれはもう一回試したけど、やっぱり開けられなかった。あ、中から物音がするな。もしや誰かいるのか。閉じ込められてる人がいるってならほっとけねえよな。開けるのか。警戒は怠らないようにしよう。モルガナ、ごめんね。もうちょっと頑張れる？もちろんだ。アンドノ、見ててくれ。番犬とか飛び出てきたら、お前らすぐに助けろよ。犬程度ならいいが。モナ、早く開けるべし。な、分かってるって。
して迷子？どうかな。迷子にしては様子がおかしいね。ここは主はどこに？ジュスティーヌ、見ろ！囚人、あなたもいたのですね。おい囚人、ここはどこだ？なぜいきなり現れた？なんだと？待ちなさいカロリーヌ。あの顔、本当に知らないようです。だったら、何が起きたんだ？それはわかりません。おお、幼女来たー！しかも双子属性か！つーか、こんなちびっ子の知り合いいんのかよ。ちびっ子だと？不敬な。そうだぞお前ら、あまり舐めた口を聞くな。いや、そういうわけじゃないが、なんとなく。囚人、とにかく私たちにも事情を教えなさい。話は部屋の中で聞いてやる。おい、そこの猫。はい。お前、囚人を部屋まで連れてこい。さっさとしろよ。なんで我が輩？やります。もちろん喜んで。ふっ、その他の奴らも忘れるなよ。その他扱いか。マジ誰なんだよ。てかモルガナ、なんでお前言うこと聞いちゃってんの？だから猫じゃねえよ。はあ、これで満足か？いい加減この下りも飽きたぞ。いや、もうそれお前の持ちネタだろう。あの方たちは自分の中に揺るぎないものを持ってる。あの目で見られるとなんか言うこと聞かなきゃいけない気がしちまってさ。いや、そんなんじゃない。もっと根っこの方からこうやんなきゃって気持ちが湧き上がってくるっていうか。俺には湧かねえぞ。我が輩には湧くんだよ。わかんねえけど。君の知り合いなら信頼できると思うが。大丈夫だって。ほら、待たせるんじゃねえぞ。妙に青い部屋だな。なんとも不思議な居心地だ。これも異変によるものなのかな。ねえ、まずは二人を紹介してよ。同じくこの映画館について話しなさい。なるほど、嘘じゃないんだろうな。とりあえずベルベットルームってのと双子がお前の監修ってのは理解した。囚人、要するにここからは出られないのですね。監修が囚われの身になるとは。ジュスティーヌ、考えても仕方なさそうだ。
これも構成の一環ということにしておこう。ええ、それで今は納得するしかないですね。幸いにしてここはベルベットルーム。喜びなさい。ペルソナの合体を引き受けましょう。感謝しろよ。ただ準備が整うまで今しばらくお待ちなさい。どうもこの場所ではいつもと勝手が違うようです。囚人は数多のペルソナを自在に使いこなしていたよな。私たちはその能力をワイルドと呼んでいます。ですがここでは本来の力は形を変えている様子。一言で言えばお前のアルセーヌは外せない。皆様ご無事でしょうか。この部屋は死者室だったはずなのに。誰だ。あ、申し訳ございません。皆様の様子が気になってしまって。双子、あなたたちのことは先ほど聞きました。私たちのことは構わなくて結構です。もう一回紹介と説明が必要みたいだね。なるほど、次々といろんなことが起こりますね。脱出への近道になるのでしたら施設はどうぞご自由にお使いください。二人も仲間なの。仲間という言葉は不適切です。構成を担当している。それではこの場所でも構成に励むのです。ワイルドの能力が発揮できないのも試練の一つでしょう。ペルソナが変えられないのか。戦力ダウンだけどしょうがないね。そうだ、安心しろ。我が輩たちもついてるからな。ん？待て囚人、お前何を持ってる。その懐に入れている光るものを見せなさい。光る？拾ったフィルムのことじゃないか。これはたまたま拾ったんだけど、これが何か知ってるの？この光るフィルム、無限の可能性を秘めている。心の中にある無限の可能性、すなわちペルソナ。これがあればアルセーヌ以外にももう一体ペルソナをつけられるはず。マジ？ペルソナがもう一体？戦力2倍とか強すぎだろ。いえ、付け替えできるペルソナは本来の力ではありません。アルセーヌがメインとすると付け替え可能なペルソナはサブ。あくまで補助と考えてください。それでも同時に2体か。さすが君だね。恐れ入るよ。さあ囚人よ、これを見なさい。よ
よくわかんねえけどワイルド強え。いいよなこいつばっか。俺だって違うペルソナ使ってみてえし。カロリーヌ。ああそのようだジュスティーヌ。どうした？今ならお前たちも同時に2体のペルソナをつけられる。え、マジで？こいつだけじゃねえの？当然本来ならそのはずです。ですが今なら囚人の心に宿ったペルソナを借り受けることができる。しかしなぜでしょう。ワイルドの力が変化したから。この感じ、まるでワイルドが他にもいるような。いいか、余計な詮索は無用だ。貴様らはただ黙ってその力を享受してればいい。つまり俺たちもいつものペルソナ以外にもう一体召喚できるというわけだな。やべえ、ワクワクすっぞ。メインとサブか、うまく使いこなせるかな。そこんとこはこいつもいるしな。なんせペルソナ複数持ちのスペシャリストだ。むしろ戦略も広がってますます怖いものなしだぜな。いつもと違うとはいえあなたは囚われの身。くれぐれも攻勢を怠らないように。いいか、他の者たちも囚人を監視するように心がけろよ。へえへえ。なんだそのふざけた態度は。お前も処されたいのか。すっげえ偉そう。軍曹の幼女とか目覚めそうだな。すみません。ユウスケ、今何か言った？いや、何も。誰かの声がしたんだけど、気のせいかな。よろしいですか？アン、後ろ。誰だ？え？ああ、やっと気づいて。なんであんたも驚いてるんだよ。つうか誰だよ。呼ばれて飛び出て。出た。おいジュスティーヌ、あの者たちは。皆々様方お初でございます。あんたら何者だ？つうかまた青いし。私はエリザベス。こちらは弟のテオドア。はじめまして、テオドアと申します。いつからそこにいたんだい？いついかなる時もそばにいるのが私どもでございます。またややこしいのが出てきやがった。よくわかんねえがさっきから変な感じだぜ。謎だらけの世界だからな、理解が全く追いつかん。てか双子と同じような服だけど、もしかして仲間？そうですね、我々のことはベルベットルームに仕えるものとご認識いただければ。ええ、ですが詳しい話はぶっちゃけ後回しでございます。そうでした。
実はこの世界にやってくる途中で客人とはぐれてしまいまして、こちらの映画館内は探したのですが、どこにも見当たりません。客人？そいつも青いの？いえ、青くはないかと。高校生の女性でヘッドホンをしています。ヘッドホン？私は高校生じゃないぞ。わからないや、見てないよね。私も覚えがございません。光さんは？知らない。そうですか、困りました。俺たちが仲間とはぐれたように、その女性も映画の中にいるんだろうか。映画の中？それは。テオ、余計な質問はしない。察するのです。失礼しました。オッケー、テオドーさん、ついでだし、もし見つけたら連れてきてやるよ。ありがとうございます。大変助かります。テオ、感謝は態度でも示さなければ。態度ですか？頭を深く下げるとか。そういう意味ではありません。私の勘ですと、この方たちはいつの間にかこの世界に入り込み、閉じ込められてしまった。そして出口には幾重にも鍵がかけられていたりして。よく知ってんな。人生いろいろございます。私たちも経験を重ねておりますゆえ。ここへ来たのも運命の導きによる必然。そこで我が不肖の愚弟テオドアが皆様に協力することにいたしました。え、姉上。確か旅は道連れ、死なば野郎ども、そんな言葉があったような、なかったような。とにかく助け合いの精神でございます。よくわかんないけど敵じゃないみたいだしね。一人でも協力者が多いのは助かるかも。それで協力とは具体的には何を？そうですね、この辺りに物を売りさばける、もとい、お売りすることができる場所はどこかにございませんか？今売りさばくって言ったぞ。空耳でございます。ラーラララ、ごまかした。売店ならロビーにあるぜ。館内の売店でよろしければご案内いたしますが。おや、姉上、あそこにいる二人は。あらあら、これはこれは。ふん、なるほど。いいですか、テオ、必要以上に触れるのは物粋というもの。しかし姉上。意味のないことは起こりません。呼ばれた理由があるのでしょう。その理由を探すのもまた必要なことなのかもしれません。ジュスティーヌ、あいつら何者だろう。
我らの存在の根本に関わる、そんな気がします。主に何を言われるか分かりませんし、ここは深く触れないでおきましょう。ふん、そうだな。構成の邪魔をしてこなければいい。いいか囚人、この映画館から出るまでは自由に歩くことを許してやる。いわば仮釈放です。構成の気持ちを忘れぬように。さあさあ皆様、売店へレッツラゴーでございます。それでは、お任せください。ほう。そんな。